寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパーキポーキです。はい、パーキポーキです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日は月曜日ということで、また1週間始まっちゃいましたよ。ドドンということで、いかがお過ごしでしょうか。梅雨ですが、今日はちょっと雨一段落っていう感じでしょうか。止んでおります。まあ、晴れ間はちょっと見えてないのかな。ちょっと、太陽よ、かまんなって感じですけどね。はい。まあ、暑くないのでよしとしましょうかっていうような感じの空模様でございます。よってことですね。いやー、どうでしたかね。休みは結構皆さんね、いろいろ雨の中ですが、いろいろ動かれてたみたいですね。はい、いろいろ楽しんでたみたいですね。はい、まあ、場所によるよね。まあ、快晴まではないんでしょうけど、雨が降ってないところもちらほらいらっしゃいましたね。はい。さて、今週末はライブですね。帰ってきたミスタープランツということで、新潟の池尾寺こと、シフトサロンさんたちがですね、はい、ライブでまたイベントの時のものだとかね、はい、ちょっとまたそこだけの特別なものをなんかライブで販売するみたいですね。はい。やっぱイベントじゃもうテンションやっぱめちゃめちゃ爆上がりするみたいで、はい。で、結構シフトサロンさんも、すごくなんか楽しみにしてるんで、4回目とかって言うたんですかね。はい、言うとりましたけどね。いい感じでございます。この池尾寺ことシフトサロンさんも、私も絡まさせていただいて、もう2年か3年ぐらいあるんですかね。はい。もうほんと初期の時からずーっと絡んでいただいて、はい。一回絵買ってもらったんですよね、確かね、アガベさんがね。はーい。だからそれで、はい。で、すごく、よくしてもらってるですね。一回なんか植物もなんかもらいましたよ。鉢ももらった。ありがとうございますっていう感じで。なんかね、ちょっとこう、植物を買ったりもしたいなと思うんですけど、もう立派すぎてね。はい。で、金額も立派すぎてね。なかなか入らん。はい。バンク社の吉野さんとよく話出てると思うんですけど、岡山の園芸人ことバンク社、ワークさん、バンク社吉野さんですけどね。今、エブレネウム、ミニテックマルがあるんですけど、ウィンゾリーだとか、エビス笑いとかも、買わせてもらったりしてたんですけど、不思議と自分で買ったのっていうのは全部なんか言っちゃうんだよね。なんかなとかって、一応なんかそのフライヤーを書いた時の現物支給で、エブレネウムをね、お迎えした時、これはもうめちゃめちゃ今、まあ動画でもちらっと流れてると思うんですけど、パンパンです。はい。すごく調子がいい。やっぱ雨すごいね。はい。開墾系雨すごい適面ですよ。皆さんも雨に当たらせた方がいいですよ。いや、あんまり当たらせたら悪くねとか言って、まあその徒長だとかを気にする人はちょっとどうなんかなとかって思うんですけど、もうそうじゃなくて、とりあえず元気に育てたい人は絶対雨に当たらせるべきやね。はい。で、実際バンキシャの吉野さんも、LED はしてないって言ったんですね。はい。もうあくまで自然、もう岡山の大自然の中で、育てるっていうのが、あの人のやり方でやってますけど、でもしっかりしてますもんね。はい。ただ、ウィンゾリーとエビスはやっぱ難しかったですね。皆さん上手やなと思います。花までね、ちゃんと咲かせて、
はい、すごいなとかって思いますよね。はい、はい、じゃあこの続きはまた後で。バキコキさんのバキ、はい、バキボキさんの場合続きですということで、どうでしょうか、1週間また始まっちゃったので、皆さんね、もうダリーなとかって思ってるんじゃないかなとか思うんですけど、昨日の夜ですね、ライブが一つ立ち上がっておりまして、日曜日意外とね、ライブ立ち上がりにくいんですよね。はい。で、不思議とこの月曜日、火曜日あたりがなんかババーンと、なんでっていうぐらいね、結構ライブ立ち上がったりするんですが、昨日はですね、これは女子お二人ですかね。はい。これは多分ね、ケンワンさんですかね。のライブで、台所ライブをされたお二人はないかなと思うんですよね、この二人。はい。そこで私、フォローさせていただいたんだと思うんですけど、ライブ立ち上がってまして、まあ、昨日こそっとこう見させてもらったんですけど、そしたらいきなり妖怪人間、ベラが出てきてまして、体張っとんなー、この人はとか言ってね、口が3倍ぐらいになってましたけど、なんかメイクをしてね、はい、皆さんを笑わせてましたけど、はい、まあ、それでこう、ライブしながら、一歩やりながらっていう感じで、ね、日曜日の時間を過ごされておりましたが、で、もう一人の方が、ちょっといいかしらとかで、話しかけてもいいのかしらっていうので、私の名前を出していただきまして、はい、なんか YouTube、このね、ぼやき、なんか、まあ、ちらっと聞いてもらったんですかね、ありがとうございます。なんか声が、良かったですって言って、これもボイスチェンジャーです、みたいなね。この声がいい声って言われてますよ。はい、びっくりですね。はい、そうなんやって、ミニオンズみたいなね、わーいって言ってね。よかったですよね。この素の声聞かれたら、そうなんですね、みたいな感じで言われるんでしょうね。そんな感じで。まあ、二人、すごい楽しく、ライブされてました。なんか、植物の話もちらっとしてたのかな。はい。もう、ほぼ、ベラの話で、妖怪人間歌っておられましたですもんね。はい。面白かったです。ちょっと年近いのかなとか思いながらですね。はい、思ったんですけどですね。はい。いい感じでございます。レディに、年は聞かないぜっていうことですけどね。そんな感じでございます。はい、さてさて、あとどうでしょうか、吉野さんも、あきらさんも、京都のあきらさんですね。はい、週末、ちょっと、面白いイベントがあるみたいで、トゲ屋さんも、ショコさんもそうなのかな、あるみたいですよ。もうどこであるんだろうか。ちょっとバンキシャの吉野さんのストーリーなり見ていただければ、はい、多分告知してると思いますけど、レッグロやったかな、レッグロとかっていう、レグロやったかな、東京にあるのは目黒、目黒、それとも目黒。もう田舎もんでわかるよね、このアクセントの違いで。目黒なんですかね、それとも目黒なんですかね。まあ、いいですけどですね。はい。のどくろ。ちょっとわけわからんこと言うとりますが。まあそんな感じでございます。はい。まあ今週も1週間頑張りましょうということで、はい。まあ今日こんな感じで勘弁しててくださいということで、はい。明日は火曜日ということで、私も引き続き、ザーマーミローデースで頑張っていこうかと思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。テッケニージー。